はいさい、はいさい、今日はですね、はい、こちら、丸長さん、味どころ丸長さんですね、こちら食堂なんですけど、はい、マジでうまいっていう話を、はい、以前パンチからも聞いたんですけど、なんか行ったんだよね、プライベートで行ってんだよね、プライベートで、うん、で、何食べた？その時はそば食べたかったんですけど、はい、あれだったんですよ、もう売り切れてて、売り切れてたの？売り切れてました。うん、でじゃあ今回リベンジ。はい、そう、ちっちゃいそばしかなかったんですよ。はいはいはい。だから今日大きいそば食べて。そば屋で売り切れるって言ったら相当味がいいところだよ。うん、名店だよね。名店の証だよね。しかもその時定食食べたんですけど美味しかったんですよ。はい。唐揚げ定食。はい。だから唐揚げうまい店がそばまずいわけねえと。うん。唐揚げうまい店が他の定食まずいわけねえと。ネタ。いいですね。イラブー汁って気になるんだよ。あれあれでしょ。海蛇汁ってことでしょ。うん、そうですね。あ、どうなんだろう。あるの、うん、あるのかね。もうこれもちょっとじゃあ、はい、メニュー見てみよう。メニュー見て。じゃあ中に入ってね。はい、決めますか。はい。はい。見てください。写真付き。写真付きで。メニュー多いね。メニューがあります。すごっ。はい。で単品とか、ね、定食あとんかつ唐揚げあいいね生姜魚フライ骨汁もあ骨汁いいっすね骨セットって何骨セットって何骨セット俺安倍氏安倍氏安倍氏出てくる、うん、俺セットうん安倍氏が出てくるはず俺セット俺セットうんあばら見せないといけないどっちが本物の骨かちょっとあばら見せたらあばらびっくりするビビるはず骨セットでえなんか人間組んだみたいな組み立ったみたいな人間の三枚肉見たことないでしょで、炒め物うどまり悪いなとかねすごい美味しそうだねナスとかも美味しそうだねカレーライスとか唐揚げカレーいいですね唐揚げいいね、はい、安いなこういう感じそばセットはねボリューミーだね、うん、すごくないこんなについてんだすごカツちゃんぽんカツちゃんぽんちゃんぽんにカツついてんのすごい唐揚げ焼き飯男の人も大好きだね、うん、あ一番美味しいですって一番人気ですって魚好きさ魚ね、好き魚定食復活しました丸長定食復活あの待望復活待望されてましたからね楽しみが楽しみが待ち望んだそうでここも生姜焼きあ生姜焼き定食うまそ う, うわ手作りとんかつ人気ですやっぱ A ロース B ロース2枚食べてえ2枚入ってるの2枚入りすごい A ロース B ロース2枚じゃあちょっと中に入ってて食決めますか、はい、日替わりメニューもあるよあ親切今日何曜日月曜日だから麻婆麻婆豆腐そば付きお俺初めて見たのがある初めて見たオクラチャンプルオクラ炒めって俺初めて見た、うん、オクラ住んでて初めて見たオクラチャンプルオクラ意外とね結構取れるから、うん、じゃあ丸長定食じゃあ骨汁でいいですか骨汁でオクラチャンプルオクラチャンプル玉ねぎ抜けるんですか玉ねぎ抜けます玉ねぎ抜けちゃういろいろ食べたいな飲み物はね、セルフで自分たちに入れますね、はい、これで天かすがある、うん、天かすだけじゃなくて、はい、これ油味噌油味噌汁とかも少ないですからねご飯と油味噌食べたい、うん、うまいですからねこれ手作りじゃないめっちゃ美味しそうこれですよ油味噌はあの豚の油と一緒に味噌で、ね、炒めてるっていう沖縄の沖縄で一番おにぎりとかにもはい。うんポーク卵の定あのあれだね定番の具材だね、うん、美味しいよね でこちら、漬物もありますねすごい黄色いやつ、うん、で天かすも入れてきた、うん、来ました行きますかやばいでかいね骨汁これうまそうこれでなんと750円ですよ嘘うん750円ですか大きい大根入ってるうん、すごいよ。大根これ渋い？大根っぽいね。大根かな。うん。でグリーン。なんか50円で飯を向かい見てみよう。あ、750円。安い。750円です。すごい。たっぷりついてます。うん、すごい。ちょっとじゃあお先に行っちゃっていいですか？感じのお味や。ちょっと一旦少し。これ生姜ですか？生姜、生姜です。生姜を溶かしながら食べる。はい、一緒にこう入れてね。あったまるね、これ。骨汁っていうのはあれなんですよこう出汁を取ったこの骨があるんですか骨に肉がついててそれをあの沖縄は食べるんですよ食べ方気になるよね県外の人、どうやって食べるのってこれと分けて、うん、これを骨を入れる皿があるんですよ、はいはい、
取れたらね、これに骨を入れて、これ骨汁の食べ方は基本手を汚します。いただきます。おお、じゃあ死ぬ前は、あ、やっぱ豚肉いいですね。脂がすごいすごいのってる。この豚肉うまいな。骨からこう出た。おお、ね、で僕はですね、米にこう置くんですよ。こういうところっすよね、沖縄県民が太る理由。そうそうそう、米に置いてここで、あの肉丼作るんですよ。あいや、あいや、こうやって肉丼を作って食べる。これがおつの食べ方。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。じゃあやばいぜやばいぞこれ。牛丼チェーンで、うん、豚丼とかよく出すさ、あれよりはるかにうまいぜ。やばい、非常にうまい。生姜も効いてる。生姜も効いてる。そしてお汁飲んでいいですか。さすがです。さすが。やっぱ蕎麦出してるぐらいやっぱ自信があるんでしょうね。本当にマジでうまいよこれ。何ベースだこれ。まあ豚だね、うん、うわー濃厚だわ。フラッと丸め、なんかねラーメンまではいかないけど、うん、ラーメンに負けないぐらいのこってりしてる。あ、スープ飲んでないで、うん、非常にこってりしてる。この、すごいな、骨汁でこんなこってりしてるんだな。豚じゃない、これ牛か。牛か、骨汁で基本、うん、牛か、ごめんごめん、牛かもしれん、うん、牛かもしれん。うまい、溶け出してる。うん、これもうなんかね、うん、スープの表面がね、綺麗なんだよ。うん、特にこれ見てる県外の方、食べ方とかもわからない。牛かな、油、あ、でも脂身がすごいんだよな。豚かな、牛かな。背脂入ってんじゃない。シーうまいんだけど、牛かな。脂身がすごい。そして、はい、パンチも来ましたね。パンチも来ました。すごい、もう見るからにこってり。中長ソーセージのこの背脂が入ってますね。これ豚の背脂なんだけど、はい、なんかな。いやー、うまそう。うわー、匂いがいいね。じゃあ、いただきます。こってり系だったんですよ、この間来た時は。うん、うん、豚が強いカツオっていう感じ。まあ、いいですね。合わせ出しなんだ。合わせ出しだね、合わせだけね、うん、合わせだけね、うん、こっちは合わせだね。合わせですからね、こっちは麺は、うん、麺はストレートで、うん、中麺もちもち、もちもち麺、うん、すごいトロトロするの。肉が結構売りだと思うんですよ。あ、軟骨、軟骨、うわすごい、なんだ、うん、相当柔らかそう。コースめちゃくちゃうまそうだね。食べ応えあるね、この骨の、うまい。これ背脂でしょ。うん、背脂が乗ってる。いいな、今度そば食べる。三枚肉、三枚肉もんの、すごい分厚い、熱いな、肉すごい、確かにな、すごいな、柔らか、うん、さあそれはいいね。いいですね。それだけじゃなくて、フォーク、卵、サラダ、はい、そして、漬物かな、はい、はい、これもありますからね。柔らしい、ザ・食堂の定食、うん、うまっ、米と麺最高、うん、ダブル炭水化物。そして元気だよ、うん、はい、安倍氏の、オクラ、オクラチャンプル、あの沖縄県ずっとね、あの出身だけど、オクラチャンプル初めて見た。初めて見たね。どんな味がするのかも分からない、うん、というか、うん、オクラって今時期じゃないよね。ね、オクラのチャンプルは初めてだよ。そう、想像うまそう。うわ、ひたひただ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。オクラいっぱい。オクラ大好きなんですよ。うん、納豆とかにも入れるんで、オクラホマ、オクラホマ州。オクラ大好きやるし。うん。どうですか。おじゃ。オクラのね、あのザクザクの食感は残しつつ、うん、しっかりね、このチャンプルの出汁は染みて、うん、うまい、うん、これちゃんとネバネバしてる。
へぇ、ネバネバ生きてる、ふくらのネバネバ生きてる。そうだな、そう、安倍氏、すごいすごい、安倍氏年中夏バテって言われてるからな。年中なんなら冬にもバテるからね。冬バテするから、冬バテ、クエン、クエンみたいなイメージが。うん、これ食べてほしい、うまそうだな。でもオクラって結構食べるけど、こんなして何かの料理に入れることあんまないかも。俺たち親も炒めろいきょ、オクラ炒めてから出すわけよ。何かと炒めて出すの、何かと炒める。自分たちはあのけどこんなに野菜入ってない。うちはその、はいはい、フォークとかベーコンと一緒に炒めてから、あの卵入れてから、はいはい、それでよく出すよ、うちの母が。めっちゃうまい。オクラの成長早いらしいですね。あ、1日1個らしいね。朝収穫できんかったらもう硬くなるらしいです。こんなに、うん、でかくなりすぎる。半日ずれたわけだ。はい、食べてみますか。じゃあちょっと少しよ、オクラも。オクラ食べるじゃん、本当に。食べちゃっていい、少し、うん、いただきます。粘り気がすごいね、いいな。待って、マジでうまいね。やばいな、やばいな、うまいな、これ。うん、いただきます。おほ、うまいよな。キャンプルー頼めばよかった。ビビるな、これな、うまいわ。オクラがね、本当にうまっ、味付け最高。うん、え、てかその辺のチャンプルーに勝てるよな。ねえ、これゴーヤチャンプルーの対抗馬として出してもいいくらいうまい。いつからゴーヤチャンプルーになったのかな、うん、持ち帰りの弁当とか欲しいな。欲しいな、これ、うまいな。あの、店頭に弁当並べてたさ。うん、確かに、うちのオクラチャンプル弁当だったら買うもん。うちのお母にもこれ教えたよな。めっちゃオクラ出るわけ、うち。育ててるんですか。うまい。や、なんかお母が好きだけど、昔は育ててた。で、昔はほら、毎日結構なりよったから、うん、あの、醤油と一緒に食ったりとかしてた。そのまま、なんか、茹でたりしないで切ってから醤油かけて、そのまま食うみたいな。さあ、手作りアンダンス油味噌。油味噌うまいぞ、油味噌は。そんなの分かりきってません。できるし、しっかりね、このお肉の繊維が残ってて、うん、豚肉もう豚の脂の甘みとこの味噌のさっぱり感が、ね、最高ですね。うまい、うまいな、ここは。結構、うん、今年入っていったご飯屋で結構指折り、うん、すごいいい、うん、すごいポイント。オクラちゃんこれマジで大当たりだよ、うんうん、今年の3本の指に入るな。ちょっと調子乗って頼んだ唐揚げ、はい、唐揚げも来ました。絶対美味しいよ、うん、うん、唐揚げどうですか。最高、大きいの唐揚げ、うんうん、やばい、うん、じゃあパンチは頼んだ唐揚げ、うん、しかもあのカットしてくれてる、食べやすいように、うん、この唐揚げ味のガムとか出ないから。ガムで唐揚げ味のガム噛みたいか。うまい、すごいね。あのどんだけ油が強いかすごいかって言ったら、うん、油で固まってるけどね。本当だ、油で固まってる。これヤギ倒せるぞ、これヤギ汁倒せるぞ、きっと。ガトーヤギ、脂身がすごい。本当にオクラうますぎ、悪かった。うまっ、骨汁うまいな、骨汁もうまいし、うまい、すごいな、本当に美味しいよね。骨汁うまい、オクラ美味しいかもしれない。オクラやばいね、オクラがやばい。ちょっともう一回、オクラうますぎ、終わるた。お前ら、これなんでこんな味出せんの。うまいんだけど、わかる、不思議なぐらいうまいんだけど、うん、魔法でしょ。なんかどんな体調の時でも食えるの、うん、これは食える、うん、夏バテすること、うん、亡くなったおばあもいらっしゃってさ、うちのおばあもよくそばとか作れたんだけど、うん、あの死に、あの早期入れてたけど、牛とか骨入れてたけど、死にっぺ入れてたけど、似てる、うん、うん、
味が似てるからちょっと今ちょっとびっくりしてる。うん、こう美味しいものを作ろうってなって突き詰めたら似てくるんだ。うん、なくなってオーバー思い出したね今一瞬。オーバーらしい。うん、オーバーのそばが美味しくて、おじいちゃん元部さ、元部長だから、元部の時におばあがしょっちゅうこのそば出すわけよ、うん、で、おばあのそば最高だよって言ったから、あの元部に泊まったわけよ、1週間そばあったわけよ、うん、1週間そばだよ、朝昼だよ、うん、朝昼晩そばだよ、1週間、さすがに飽きてから、さすがに飽きてから、おばあちょっとそば飽きてやつさって言ってから、悲しい顔してた。まあまあまあ、おばごめんっつって1週間そばはいいねってからピンクも持ってた。あ、わかりました。あ、ドッグピンク大好きです。あ、そうですね。名前は名前入りがいいの息子さんの名前。息子さんいいですか。龍之介なんですけど。龍之介やった嬉しい。写真も後で撮ってみて。あ、はい、撮りました。めっちゃ嬉しい。息子さんおいくつになるんですか。すごい、6年生です。あ、小学校6年生ですか。はい、長男も大好きです。よかった、この店にしよう。本当に美味しい。だから今日どこの店行くかって。もらうごちそうじゃないですか。ありがとうございます。すごい美味しい。で、うちのメンバーのパンツも前回来て来たらしくて。あ、ここ美味しかったっすよ。美味しい、ありがとうございます。美味しくて、びっくりしました。本当ですか、どうでしたか、骨。あ、これ最高っすね。本当ですか、よかった。これ牛ですか、豚ですか。これ豚です。豚ですか、非常に美味しくて。濃厚っすね、また汁も。そうですね。とても濃厚で。最高でした。ありがとうございます。今動画撮りたいです。あ、ぜひぜひ。あと一つは。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、非常に美味しかったですね。全部ボリュームやばかった。ボリュームがえぐいですね。ただこの骨の量見たら分かるでしょ。骨もすごいし、さすがに汁は飲みきれなかった。俺もね、お腹いっぱいだったからね。半分以上食べたけどちょっと残しちゃったんですよ。これ見てください、これ半分以上食べた。半分以上食べてこの安倍氏の朝昼晩の1週間分ですよ。夕飯分だろ。夕飯村が丸長が来たら村が潤う。持ち帰りの容器10円でそのまま持ち帰りに。いや、美味しかったですね。いや、骨汁もね、本当に超うまくて、やっぱ聞いたら豚だった。一瞬牛かなと思ったけど豚だった。本当に濃厚。ちょっと自分も出汁飲んだけど、本当に濃かったね。うん。あ、どうだった白米のパンチのは。もうお腹いっぱい。もう最高。最高。もうあれです。帰って眠りたい。これもね、別の作品ある。ここにいる3名が思ったのは。オクラチャンプルがマジでうまいっていう。マジでうまい。これ喜んでます。これうまい。チャンプル界に新星。これ新星来てるな。これみんな食べてください。もう彗星のごとく。これ出した方がいいと思う。新星って言うけど多分何十年前から多分出してる。他の店もこれ出した方がいいレベルで、これうまい。本当にね、オクラの程よいこのコリコリの食感残しつつ、出汁が染み込んでて。オクラのネバネバ感、口の中で広がって、マジでマジでチャンプルーと本当に美味しかった。最高。最高でした。これ外れも大当たりです。外れだし。最高でした。ということで、今回は味どころ丸永さんに来て、美味しいメニューを食べてみたでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。新しい発見。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。